シンガーソングライター米津玄師33の最新アルバムで全米デビュー作となった「ロストコーナー」が米国で最も権威のある音楽チャートビルボードの US チャート3部門7日付でトップ50入りした CD とダウンロードを合算集計した「トップカレントアルバムセールス」で41位「ワールドアルバム」で14位を記録複数のチャートで急上昇した新人アーティストを発表する エマージングアーティストでは35位に入った同作はストレイ・シープ2020年以来4年ぶりのアルバムで8月21日に日本を含む全世界で配信リリース北米版台湾版香港版の CD が各国と地域で同23日に発売されたサブスクリプションではアジアで数字を伸ばしており KKBOX 台湾でトップ10に9曲 KKBOX 香港でトップ20に8曲、k ウミュージック、中国でトップ10に8曲がランクインした。国内の CD 累計出荷枚数は57万枚超えと大ヒット中。NHK 連続テレビ小説「虎に翼」の主題歌「さようならまたいつか」。おはじめ映画「ラストマイル」の主題歌「ガラクタ」宮崎駿監督作「君たちはどう生きるか」。 の主題歌地球になど20曲が収録され、名盤の呼び声高い。米津は来年3月から欧州、米国を回る